7月夏の青空の下、ついに始まります。サッカーどころ静岡の県大会。果たして今年栄光の全国大会代表権を獲得するのはどの中学か。その優勝候補の筆頭に挙げられるのは、なんといっても昨年度代表南葛中でしょう。南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来、いまだ負けを知らない南葛中学。そしてこのチームは実に昨年一昨年と全国制覇2連覇の偉業も成し遂げているのです。さあ、いよいよ開会式です。優勝旗返還。今昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗今年は俺たちがもらうからな。け、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな。俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか。受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ。必ずあんたを倒してみせるからな。何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北感で引きつらせてやるからな。見てろよ。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に勝ち進んだ。一方の大友中も浦部、中山、岸田、西尾の大友カルテットを中心に守りを固め、フォワードの新田がゴールを量産するサッカーでトーナメントを勝ち上がった。そして決勝戦、いよいよ両者が激突する日が来た。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。だが今日の相手大友中はちょっと違うぞ。大友中は今大会無失点のチーム。その戦い方はまず守りだ。浦部たち4人と長身ゴールキーパー一条が鉄壁の守りで相手の攻撃を食い止める。そして 100m を11秒台で走る俊足フォワード新田がカウンターで強力なシュートを叩き込む。単純な戦術だが、その守備の硬さ、速攻の速さは間違いなく全国クラスだ。十分に気を引き締めていくんだ。はい監督、今日は俺をディフェンシブハーフ、ボランチにして新田をマークさせてくれませんか。翼が新田をマーク。俺がいつものように攻撃に重点を置けば、大友中ただ一人の攻め手の新田をフリーにすることになってしまいます。それに新田は闘志むき出しでこの俺に挑戦してきているんです。俺もそれを受けて立ちたいんです。よし、わかった。翼の作戦で行こう。みんな意義はないな。は、はい、はい、みんな大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついにその目標を果たす時がやってきたんだ。今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。ああ見てろよ大空翼、勝つのは
俺たちだ。さあ、ついにやってきました、全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ、大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのはお前たちのせいなんだぜ。全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち、けれどどちらかといえば影の存在だった俺たちは何にもなかった。そう、その劣等感が俺たちをここまで育てたんだ。そして翼、俺たちはこの1年、打倒南葛、打倒翼にかけてきた。翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習を積んできたんだ。お前ほどのサッカーの才能はないが、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。みんな、今日勝つのは俺たちだ。行くぞ。ああ、さて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね、やっとですね。熱戦抜き、俺はこの時を待ってたんだ。来い、ニッタ、タックルも決めた。あと、ドリブルを見送る吉川君、ボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。そう、南葛、相手にボールを譲りません。岩見君、ゴールを狙う。こぼれ球をものにした。浦部君、横にかわして突破。そうだ、この位置で攻守交代だ。パスを回す。それ、ここでパスカット。吉川君、滝くん、ボールを奪うことができません。ドリブルで突破、スライディングで止めた。岩見、スペースにパスを出した。木杉くん、狙いすましたパスを送る。ここでパスカット。岩見くん、ボールを奪うことができません。かわして振り切った。木杉くん、連続突破で見せます。横をすり抜けた。杉君、豪快にシュート。キーパー反応できない。先制のゴールを決めました。これがテントリアの仕事だぜ。もらったぜ。決まった。杉君、素早く横に倒す。このタックルは不発に終わります。連続突破で見せます。かわして振り切った。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。ここはパスを出した。このタックルは不発に終わります。ワン
翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい、抜ける隙がなかった。さすが翼、感づいたか。スルーパスを狙う平岡君、このパスをカットします。さらそれ、このタックルは不発に終わります。しまった、筒肉横にかわして突破、体ごとぶつかっていった。翼くん、ボールを奪った。ここはパスを出した。タチくん、素早くつなぎます。キスギくん、ゴール前に持ち込んだ。マコレイからシュートを受け止めた。一条くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ワンタッチで送る。かわした。キスギくん、敵陣を切り裂く。力を貯めて強烈なシュート。このボールに飛びつく。懸命に勝ち出した。それよし、キスリブスライディングで勝ち。よく4人すり抜けた。キスリブシュートを放った。ボール隅に決まった。これがテントリアの仕事だぜ。よし、何それ。新田くん、ロングパスを受けます。伊沢くん、激しいタックル。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。失礼、素早く横にかわす。西尾くん、タックルを決めた。あと、ドリブルを見送る。新田くん、一気に抜き去る。来い、翼先輩、俺の力を見せてやる。くらえ。くそだ。さすがだぜ翼先輩。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに。それをわずかながらボールに触れ、得点を許さなかった。やるな、だ、何？これは嬉しい。久々に俺を熱くさせる男に巡り会えて。ここでコーナーキック。浦野君、蹴り入れます。両雄、ここで激突。空中でぶつかり合う。新田君、この大一番を制する。と、通った。懸命のキャッチ。パスを出します。川田君、このスライディングが決まった。川田君、スライディングでカット。横をすり抜けた。連続突破を見せます。横にかわして突破。さあ、ゴール前です。長野くん、シュート。パスを出します。行け、伊沢くん。それよ、それ。南くん、素早く横にパス。西尾くん、ここで止めた。岸田くん、パスを回す。新田くん、一気に抜き去る。行け。翼君、スライディングでカット。滝、吉川君、このスライディングが決まった。ここでパスカット。中里君、素早く止めます。伊沢君、スペースにパスを出した。行け、そら、もらったぜ。横にかわして突破。横にかわしていく。それ、それ。キスギ君、横にかわして突破。ゴール前に持ち込む。キスギ君、敵陣を切り裂く。渾身のシュート。弾きます。
大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。ドリブルでボールを運ぶ。それ翼くん、ボールは友達、渡せません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、豪快にシュート。一条くん、ボールを運んだ。ゴール隅に突き刺す。俺たちの闘志を見たか。ものすごいシュートを決めてきた。よし、吉川君、さあパスを出した。おっと、攻守交代だ。長野君、素早くつなぎます。しまった。木杉君、素早く残り倒す。連続突破で見せます。もらったぜ。かわして、いけない。横にかわして突破。木杉、渾身のシュート、なんとか防いだ。パスを出します。翼くん、スライディングでキャット。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、ボールは友達、渡しません。一条くん、このシュートを反応している。まさにヒット。これが俺たちの力だ。行くぞ。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあと何か。キスギ君、このスライディングが決まった。タク君、横に回してくるか。これはゴボウ抜きだ。タク君、素早く横にかわす。ここから一気に攻め込みたいところ。タク君、豪快にシュート。ここだ。これはキャッチできない。大きくクリア。翼くん、ここはパスを出した。さきくん、ダイレクトでパス。キスギくん、横にかわして突破。やった。中山、ここで前半終了。県大会決勝は前年度チャンピオン南葛中が大友中をリードして折り返しです。よし、みんなご苦労だった。ほら、マネージャーが作ってくれたレモンの輪切りの砂糖と蜂蜜漬けだ。みんな、いただけ。はい。こりゃありがてえ。さあ、後半もこの調子でいけよう。くそ、リードを許せなんて。これが、もっと頑張れば。焦るな、ニッタ。うちは俺たちが守り、お前が得点する。これしかないんだからな。はい。チームが勝てるかどうかは俺の得点にかかってるけど、今の俺の力じゃ自力で翼先輩を抜くのは無理だ。じゃあどうすればいい。俺のスピードなら一瞬はマークを外せる。そしてパスを受けたら、いや、それじゃ間に合わないんだ。ならばノートラップで行くしかない。でも今の俺にそんなテクニックが。おい、ニッタ、時間だ、行くぞ。あ、はい。とにかくやるしかない。やるしか。ニッタ君、ハイスピードでかわす。ここからチャンスを作れるか。ニッタ君、瞬速を駆使した突破だ。ハヤブサシュート、鋭いシュートを何でも止めるんだ。まさに一か八か。森田君、体を張ってゴールを死守した。
スライスでカット。タシ。ロングボールを送る。キズギ。パスを回す。ここでチャンスを潰します。大友、ここからで差をつける。これはごぼう抜きだ。浦部君、渾身のパスを味方に送る。チャージが決まった。いけ。タキ。ここをすり抜けた。ここは抜かせません。中山くん、ここはパスを出した。こいつだ。水田くん、しまった。一気に抜き去る。体ごとぶつかっていった。いけ。ここでスルーパス。川田くん、このスライディングが決まった。ここからロングフィードを送った。それこのパスをトラップ。ここは抜かせません。この位置でコース固定だ。チャージが決まった。はぁ、かまして振り切った。ウラノ君、このパスをカットします。そのパスを出した。そら、もらった。かまして、チャレンジ。連続突破で見せます。ここから一気に攻め込みたいところ。ここだ。必殺のシュートを放った。決まった。ひどうだ、見たか。ゴールを決めました。よし、それそれそれ、もらったぞ。俊足を駆使した突破だ。それ岩見くん、ここで止めた。それそれ、もらったぜ。スマートの横にかわす。岸田君、ここは抜かせません。伊沢君、このスライディングが決まった。もらったぜ。杉君、横にかわして突破。それ浦部君、ここは抜かせません。まるで車に抜き去った。このパスは鈴木に終わります。止められない。まるで車に抜き去った。伊沢君、早くかシュートだ。相手ゴールを捉えるか。当たってくれ。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。ダイレクトでパス。いけ。ここでパスカット。浦部君、素早く横にかわす。いけ。これはコースの連携を一段と高めてきました。それ、これは何点式のドリブルだ。翼くん、ボールは取れます。わかりません。止められない。翼くん、そのセンターラインを越えて攻め込む。もらったことぶつかっていった。いった。さらに、もらったぞ。ハイスピードでかわす。連続突破で見せます。いった。もらった。ここからチャンスを作れるか。森崎くん、ゴール正面でこのシュートを迎える。もらったチャンスが決まった。シュート、ゴールを狙う。森崎くん、これはキャッチできない。ゴールキックです。スライディングで止めた。いっけ。早くシュートを決めた。これは会心のセービング。横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。滝くん、ここはもらったぜ。しまりくん、素早く横にかわす。横にかわして突破。しまった。キスギくん、ここだ。サッとシュートでゴールを狙う。キーパー一歩も動けず。まさにヒット。これくらい決めて当然さ。このタックルは不発に終わります。翼くん、タックルを決めた。ボールは友達、渡しません。ドリブルでボールを渡る。翼くん、これは南米式のドリブルだ。豪快にシュート。中山くん、これをブロックに行く。あと、このボールをブロック。チャンスが
しまった。タチ君、この辺のシュート、このボールに飛びつく。一条君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。よし、最後にトップレイクは連続突破で見せます。キスギ君、一発のシュートを放った。一条君、これはキャッチできない。大きくクリア。翼君、ワンタッチで送る。おっと、これはオフサイド。大友、ここからフリーキックです。スペースにパスを出した。西尾君、パスを回す。さあ、やったぜ。かわした。吉川君、スライディングで止めた。西尾君、ボールを奪った。岩見君、スライディングでカット。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。中山君、ここは抜かせません。チャージが決まった。伊沢君、ボールを狙うも届かない。大友、ここからフリーキックです。このキックで再開。それは、そら、最後まで一旦にパスを。これは遠いな。ここからロングフィードを送った。これで大田君、スライディングでカット。ここで試合終了。全国中学生サッカー大会静岡県大会優勝は3年連続南葛中学に決定しました。南葛に互角の戦いを挑んだ大友中ですが、健闘及ばず、ついに力尽きました。やった！よし、次は全国制覇だ。すまなかったな、ニッタ。俺たちの責任だ。いえ、先輩たちのせいじゃありませんよ。やっぱりこの試合、俺は大空翼に負けたんです。でも、この試合で俺は決めたぜ。これからは、俺の目標は翼先輩、あんたに追いつき、追い越すことだ。南葛は強い。ここまで見に来た甲斐があったの。しかし、その南葛を倒すのはこのわしら隊。はい。そう、今の翼に必要なのは君のような存在だ。お、あんたは誰だい。私は全日本サッカー協会の片桐というものだ。君たちは今年の全国大会、長崎県代表平戸中学の慈瞳浩志君と佐野充君だね。そうか、わしらのこともチェック済みか。小学生時代は翼にもライバルがいたが、この2年で翼の実力は彼らをはるかに置き去りにしてしまった。だが今日、翼は荒削りながら未知の力を秘めた新田という男に出会った。それを一番喜んでいるのは翼自身だろう。翼がより成長するためには
新田のような新たなライバルが必要なんだ。そういう意味では慈瞳君、君にも期待しているよ。あんたのお望み通り、南葛中の V3 わしらが阻んでやるたい。石崎、浦部、負けたぜ。やっぱり南葛は強かった。約束通り何でも言うこと聞いてやるぜ。何なりと命令しろよ。いいよ浦部、あれはなかったことにしようぜ。そうはいくかよ、男同士の約束じゃねえか。よし、じゃあ全国大会に行く俺たちを応援してくれ。本当にそれだけでいいのか。ああ。よし、こうなりゃ目いっぱい応援してやるぜ。その代わり負けんじゃねえぞ、俺たち静岡の代表なんだからな。おう翼、俺たちも頑張ってはみたんだが、やっぱりお前にはかなわなかったぜ。全国大会でも優勝しろよ翼。負けたら承知しねえぜ翼先輩。みんな、うん、絶対優勝するよ。ではこれから優勝した南葛のキャプテンの大空翼くんに話を聞いてみましょう。翼くん、優勝おめでとう。ありがとうございます。これから全国大会に挑むわけですが、今一番対戦してみたい選手はいますか？対戦してみたい選手ですか。今一番戦ってみたい選手は岬太郎くんです。岬太郎くん。岬くんというと、小学生時代翼くんのパートナーとしてコンビを組んでいた、あの。はい、そうです。一説によると全日本少年サッカー大会以来全くサッカー界に姿を見せていないため、あの決勝で痛めた足の怪我で再起不能になったんではないかという噂もありますが。いや、あの岬くんに限ってそんなことはありません。きっとどこかでサッカーを続けているはずです。きっと。大空翼、久しぶりに見たが、また成長しているな。三上さん、ドイツでの研修お疲れ様でした。ああ、片桐君、久しぶりだね。ドイツ留学中の若林君はどうでしたか？相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手の中で揉まれながらメキメキと力をつけている。もうわしのコーチがなくとも大丈夫だろう。そうですか。となるとあとは翼の永遠のパートナー三崎太郎だな。しかし彼は小学校以来まるで消息がつかめていない。三崎のお父さんは画家で、小学校の時は転校を繰り返していたと聞く。彼がサッカーをやめるはずはない。しかし彼ほどの選手は話題にならないはずもない。となると、あるいは。はい、もしもし。なんだって。南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校が決まっていった。チームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム、北海道代表富良野中。誰にも真似のできない特殊なコンビプレイ、ゴールポストをも利用した空中アクロバットサッカーを得意とし、チームの得点の 90% を叩き出す双子の中心選手立花兄弟を擁する秋田県代表花輪中。
全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、3年連続全国大会出場を目指したなにわ中央、激闘の末に破った大阪の新鋭東一中、そして東京では、さあ東京都大会決勝もいよいよ後半戦終盤に差し掛かろうかというところ、前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国大会2年連続得点王の東邦学園日向君がハットトリックを達成。対する武蔵中、小学生全国大会で活躍しながらも過去2年間持病の心臓病治療のためにサッカーを封印してきた天才プレーヤー三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰。1試合に30分という制限時間はあるものの、ブランクを感じさせない見事な活躍。今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーの若島津君から一人で2点を奪いました。そしてここでついに両チームのエースが激突だ。勝つのは俺だ。俺はもう翼に負けたくないんだ。負けるか。僕は2年間厳しいリハビリに耐えてこの3年目にかけてきたんだ。全国大会にも行けず、翼くんにも会えず、こんなところで消えてたまるか。抜け。止め。何。おっと、どうした三杉くん、急に倒れ込んだ。そして日向君の足元からボールがこぼれた。三杉君、そのこぼれ球を倒れ込みながらパス、なんという執念。行くぞみんな。これは三杉さんが作ったチャンス、命がけで作ったチャンスだ。必ず得点に結びつけるんだ。三杉くんの執念が乗り移ったかのような武蔵中フォワードの素早いパス回し、東邦のディフェンスを翻弄する。ここだ、任せだぞ本間。一ノ瀬くんからのラストパス、これは決定的な形。本間くんと若島津くん1対1だ。若島津くん懸命に飛び出す。もらった。お前らに3点目はやらん。三杉くん、ここでついに交代です。そして、あっと、ここで試合終了。武蔵中、まさに命がけの三杉くんのプレーも東邦学園についに及ばず、東邦学園3年連続全国大会出場を決定。2年連続決勝で敗れた南葛中に今年こそ借りを返しに行きます。小次郎、ずいぶん優しくなったもんだな。あのどなたですか。ここは選手か関係者以外は。キラ監督。え、キャプテンや俺、たけしも小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前は倒れた三杉に恩情をかけたな。
が昔のお前はそんな男ではなかった。一度グラウンドに出たら勝つために優しさを捨て厳しさだけを持って試合に臨んでいた。昔のお前ならあの時三杉の心臓を蹴破ってでもゴールを目指したはずだ。父親を事故で亡くし家計を助けるために働きながら厳しい練習をしていたお前、そんな逆境にありながら必死にサッカーに頑張るお前をチームのみんなは慕いついていっていた。だが東邦学園に入りサッカーだけに打ち込めるようになると、あの頃のハングリー精神を失い小学生の時のような燃える闘志の炎が消えてしまった。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎よ。そのままではたけしや若島津他のチームメイトもお前についていかなくなり、ついには成長を続ける大空翼にも手が届かなくなるぞ。わしは今沖縄でサッカースクールを開いている。これ以上大空翼に負けたくないのならいつでも訪ねてこい。牙の抜けた虎、消えた闘志。キャプテン優雅さん、翼、ロングシュートはドライブをかけて打て。このシュートができなければ一流にはなれないぞ。新しいロングシュート、ドライブシュートでもロベルト、これは難しいよ。どうやってボールにドライブ回転をかけるのか全然わからないんだ。このロベルトが残していってくれたノートだけじゃなくて、ロベルトがそばで見本を見せて教えてくれればできるかもしれないけど、でも自分なりに練習するしかないね。ロベルト、来年俺はブラジルに行くよ。日本で全国制覇 V3 を成し遂げてブラジルに一人殴り込むんだ。もういっちょ、それ監督、キャプテンが。ヒューガさんが寮のどこにもいません。どこにもいない？この大会直前にどういうことだ？多分キャプテンはキラ監督のいる沖縄に。沖縄だと？キラ構造沖縄少年サッカースクール。ほら、どうした？その程度の練習で根を上げていては上手くなれぞ。はい、キラー監督。来たか、小次郎。はい。